2017年11月23日、横浜スタジアムにて渡り出氏は、広島県出身のプロ野球審判員。現役引退時の審判員袖番号は31。関西大層高等学校、大阪体育大学時代は、ラグビー選手という異色の経歴であり、大学時代は、フランカーとして活躍するも、腰痛のため選手を断念。その後1982年に、 セントラルリーグ審判員として採用された。1985年に一軍初出場を果たし、1997年より審判部主任。2009年には副部長に昇格した。2014年からはクルーチーフの役を解かれ一般審判員となる。2009年には第2回ワールドベースボールクラシックの審判員として、ともよりまさと、中村みのる。 吉川正美らと共に派遣され、2時、ラウンド2組の1類、3類塁審を務めた。近年、大半の審判員は休審を務める際、スロートガード一体型のマスクを使用しているが、渡り田は2011年シーズンまで、スロートガード装着型のマスクを使用し、2012年シーズンから、ウィルソン社のスロートガード一体型のマスクを使用していた。2013年シーズン以降は、 スロートガード一体型のマスクにスロートガードを装着していた。2015年のシーズン終了をもって任期を1年残して現役を引退した。最終出場試合は同年10月6日に楽天コボスタジアム宮城で開催された東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ第25回戦だった。2016年より審判技術委員となった。 2020年7月6日、敗戦癌のため、東京都内の自宅で死去。62歳没。審判技術指導員の渡田出人氏死去プロ野球。ジジイドッ .com2020 年7月6日。この条文番号は2006年当時のもの。2021年現在の8.04に該当する。公認野球規則5.06。 総合点0 6工藤監督ルールブック持参の猛抗議報われず、罰の悪さ残る敗戦。スポーツ日本。 https://www.sponichi.co.jp スラッシュベースボールスラッシュニューススラッシュ2015スラッシュ06スラッシュ03スラッシュ kiji スラッシュ k20150603010469250.html2021 年2月25日閲覧。ありがとうございます。